この番組では語り継ぎたいふるさと松山百話の先人をご紹介します。今回ご紹介するのは西村素顔です。明治時代の初め、全国にたくさんの学校が作られました。国はすべての子どもに教育を受けさせようとしていましたが、実際には家が貧しいために学校へ通えない子どもがたくさんいました。そんな時代にアメリカ人の女性宣教師と協力して若者が働きながら学べる学校を作ったのが西村素顔です。その学校は普通野学会と呼ばれました。現在の松山城南高等学校です。素顔が尋常小学校で教員をしていた時、宣教師であり松山女学校の英語教師でもあったコーネリア・ジャドソン女子と出会います。ジャドソンは貧しい家庭の子どもたちが学べる学校を作ろうと考えていたのです。協力を求められた菅原若者は、報酬はいりません、その代わりに英語を教えていただけるのなら喜んで協力しますと答えました。校舎はジャドソンの住んでいた家で、学用品はすべて貸し与え、授業料は無料でした。それが普通野学会の始まりでした。素顔は昼は尋常小学校で、夜は普通野学会で子どもたちを教えていました。ある日、ジャドソンから野学会の校長になってほしいと頼まれた素顔は、貧しい子どもたちの教育に一生を捧げようと決断し、21歳という若さで野学会の校長になりました。働きながら学ぶことは容易なことではありません。素顔は学校内で仕事と勉強の両立ができるように織物機械を取り付けたり、食事や寝起きができるようにと寄宿舎を建てたりもしました。このように学生のことを第一に考え、献身的に努力する素顔をみんな敬愛していました。クリスチャンであった素顔は、学校経営をしながらキリスト教の伝道も熱心に行っていました。南予での伝道からの帰り道で、一人旅の寂しさを紛らわすために詩を作りました。山路越えて一人行けど、主の手にすがれる三輪泰介氏。この詩は賛美歌になり、賛美歌集に掲載されました。これは日本人として初めてのことでした。素顔は多くの教え子たちに見送られながら、クリスマスの日に天国へと旅立ちました。皆さん、こんにちは。松山市教育委員会教育研修センター事務所の鵜久森です。松山市教育委員会では、子どもたちに豊かな心や郷土愛、言葉の力を育むことを目的として、平成23年度からふるさと松山学の教材の作成をしています。その教材の一つに、読み物教材として語り継ぎたいふるさと松山100話全7巻があります。この本は松山ゆかりの先人のエピソードや地域に残る歴史や伝統文化などを掲載しています。今回、学校教育の枠を超え、家庭や地域で、また全国の方々にも松山の良さをもっと知っていただきたいという思いから、期間本7巻を1冊にまとめ、ふるさと松山の良さを詰め込んだ新刊本広がれふるさと松山の心を平成30年10月に発刊しました。この本は松山市教育研修センターほか市の文化施設などで一般販売しています。販売場所は松山市教育研修センター事務所、電話 089-989-5144、 松山市教育委員会文化財課、電話
0899486603、松山市立四季記念博物館、電話0899315566、松山市立埋蔵文化財センター、電話0899236363、坂の上の雲ミュージアム、電話0899152600、松山市役所市民相談課、電話0899486447、松山市立中央図書館、電話0899438008です。詳しくはお問い合わせください。